どう？テロリストの少年、デンジムチのお味は？あたしたちスメラギグループに歯向かうなんて。おばたちゃんね、目的はうちの天のアイドルモルフォちゃんのデリット。いや、抹殺ってところかしら。今や企業の広告塔の枠を超えて大勢の人たちに愛される国民的バーチャルアイドル、サイバーディーバモルフォ。私も大好き。新曲は速攻ダウンロードしてるわ。だけど残念、モルフォちゃんは今頃輸送列車の中よ。絶望した。フェザーの目論見なんて全部お見通しってわけ。これは尋問なんかじゃないの。あなたみたいな可愛い子をいたぶりたかっただけ。つまりは趣味。さあ少年、いい声で泣いてプリーズ。そうか、ターゲットはもうここにはいないか。無傷？高圧電流を流した電磁無知なのよ。なんで平然としていられるの？僕に電撃は効かない。この雷光、まさかセブンス。死にたくないならそこでおとなしくしていてください。雷撃のセブンス、まさかあなたガンボルト。さようなら変態のおじさん、情報提供感謝するよ。ガンボルト、コードネーム GV、 ガンボルトよりシープ3、回線開いて。こちらシープ3、無事だったのねガンボルト。ええ、チームに情報の修正を。ターゲットサイバーディーバは別のポイントに移動中。これから施設を脱出、ミッションを継続してターゲットを追いかけます。ちょっと本気？罠の可能性だって低くないのよ。こちらシープ3だ。了解した。 GV はそのままミッションを継続。シープ3は情報をキャッチ次第こちらへ連絡を回してくれ。わかったわ GV、 無茶もほどほどにね。シープス2も目標を変更、 GV のサポートを頼む。ヘイヘイ、こちらシープス2、聞こえてるぜ。ま、いつも通りってことで。シープス2からガンボルトへ、命は大事にしな。そうすりゃ一生使えんぜ。了解、善処するよ。善処するって本当に分かってんのかね。これよりサイバーディーバ抹殺ミッションを再開する。グッドラック。捕獲した少年が脱走したわ。すぐにエレベ操作は忘れていないか。今のうちに確認しておく。雷撃輪を使っていないときは敵の攻撃を自動回避、カゲロウが発動。体力に不安があるときは攻撃を止めろ。カゲロウといえど永久にダメージを無効化し続けるわけではない。能力を使えば。エレベーターが作動していない。この装置から直接電気を送り込む。まずは装置にショットを当てて雷撃輪で電気を送り込めば。ジズイ、ターゲットの所在が分かったわ。その施設に停車しているツメラギの専用列車にところで GV、 お前のセブンス雷撃 EP エネルギーは時間と下を2回押せば即座に正し EP がゼロ。オーバーヒート状態の時は EP が自然回復しきるまで EP エネルギーが減ってきたら。忠告感謝するよ。あ、脱走した少年が最上階にあろう。あのシャッターなら閉じる前にダッシュで走り抜けられる。シャッター、こちらシープス2、もう一つ情報だ。カゲロウは装備のペンダントを外すと使えなくなるぜ、気をつけな。あとどういう。
るゲートモノリスを破壊すればエリアクリアよ。了解。うまく列車に取り付けたよ。列車から落ちんじゃねえぞ、ジブイ。ま、お前なら落ちても案外ピンピンしてるのか。あれがテロリストを反応する。まだ子供じゃないか。後方より複数のレーダー反応が第9世代戦車みたいな。敵を捕捉した。これより攻撃する。無人型の第9世代戦車には共通する弱点がある。頭部に大ダメージが入ると非常冷却が働いてコアが上部に押し出される。そのコアを壊す。撃破完了。たった子供一人にマンティスがやられるなんて。予備があと1機あるはずだ。前の車両へ発進準備の通信を入れろ。やっぱプログラムコアを破壊したらもうモルコちゃんも見れなくなるな。あれ、モルコちゃん結構気に入ってたんだよな。大人っぽいところだ。まさか彼女の歌が能力者をあぶり出すコーナーだったの。サイバーディーバル、この国の人々の希望、心の拠り所だとして、あの妖精により多くの同胞たちがスメラギに捕らえられ今も苦しんでいる。分かってるって。任務に地上を挟むほどバカじゃないか。マンティス、出るぞ。最後の一機だ。ぶちかましてやれ。これは、いいぞ。随分と派手なお出迎えだな。マンティスの高出力複射式増幅工法、この威力は折り紙付きだ。さっきと違って足場がない。こっちの攻撃が始まるか。でも問題はない。ほとばし、アームドブリー。我が敵をつら。ほとばし、アームドブリー。ライトニングスフィア。思っていたほどじゃなかったかな。ガンボルト、化け物め。このままじゃ突破される。司令本部、応援を頼む。こちらシープスリーダー、ヘリから狙撃し動力車両とターゲットの車両を切り離す。ターゲット停止後 GV は車両に侵入。速やか。この車両にサイバーディーバー、モルフォのプログラムコアが。これは、これがモルフォ。そんな、これは。あなたは、あなたは研究所の人じゃないの？声はテレパシー。君がモルフォなのか。私はこの子の思いが具現化したモルフォという名の幻。あなたはプロダクションの人間じゃないんでしょ。お願い、この子を
私をここから連れ出してくれない？こちら GV、 ターゲットと接触しました。再度情報の修正を。サイバーディーバはプログラムデータなんかじゃない、小さな女の子のセブンスです。何ですって？少女に敵対意志はなし。スメラギに拘束されているものと思われます。スメラギの奴らえげつねえことしやがるぜ。これよりミッション内容を変更、彼女を救助。いや、変更はしない。その子を抹殺しろ、GV。 ハシモフ、すぐにスメラギの増援が来る。君は罠かもしれない少女を抱えたまま戦うつもりか？仮に無事に済んだとして、その後はどうする？フェザーに、武装組織に彼女の居場所があるのか？それは、それなら私を殺してください。もうあの人たちのための歌は、みんなを苦しめる歌は歌いたくない。だからいっそ私を殺してください。この子はあの頃の僕と同じだ。アシモフに助けてもらったあの頃の、迷うことはない。簡単に命を投げ出すな。君が自由を望むのなら僕が力を貸す。僕は君を助けたい。君の本当の願いは何？私は外の世界で私の歌を歌いたい。 OK、それが君の願いなんだね。アシモフ、僕はフェザーを抜ける。かつてあなたが僕に自由をくれたように、今度は僕が彼女の力になる。それがお前の選んだ自由か、ガンボルト。ええ、了解だ。組織に規律を乱す者は不要。これよりコードネーム GV をフェザーから除名する。ちょっと二人とも何を言っているの？そうだぜ、二人ともどうかしてるんじゃねえか。いいんだ、モニカさん、ジーノも今までありがとう。スメラギの増援部隊は我々フェザーに任せてもらおう。今の君は我々フェザーとは関係のない一般市民だ。戦いに巻き込むわけにはいかん。グッドラック。ありがとう、アシモフ。羽？あなたは天使？僕は GV、ガンボルト。君の名前は？私はシアンです。これが私と GV の出会いでした。私はきっと生涯忘れることはないでしょう。私に自由をくれた青の翼のことを。たとえその自由が束の間のものだったとしても、
こちら GV フェザーへ。任務完了しました。お疲れ様 GV。 ねえ GV、 結局のところあなたが受ける依頼ってほとんどうちからのものなんだし、またフェザーに帰ってくる気はないの？フェザーからの依頼は見入りがいいから受けているだけですよ。あの時アシモフが言った通りです。フェザーにシアンの居場所はない。彼女には家族が必要だと思うんです。僕にとってのアシモフやモニカさんたちがそうだったみたいに。だから今は彼女についていてあげたいと思います。はあ、分かったわ。ごちそうさま。シアンちゃんによろしくね。ごちそうさまって別にそういうわけじゃ。さて家に戻ったけど。おかえりなさい GV。 お仕事お疲れ様。本当は私も何かできたらいいんだけど。シアンは十分に僕の力になってくれているさ。こうやって君と話をしてからミッションに行くと、ミッションで倒れた時にモルフォの歌が聞こえてくることがある。そんな時は僕はもう一度立ち上がって戦うことができるんだ GV。 私たちはいつも GV のことを思っているから、それがあなたに伝わっているのかもね。もうモルフは引っ込んでて。はいはい、じゃあまたね GV。 そうだ GV、 セーブまだしてないでしょ。このゲームはオートセーブじゃないから、こまめにセーブしなきゃダメだ。了解。また私と話したくなったら L ボタンのメニューからトークルームを選んでね。GV、 ミッションの時にメッセージは見てる？メッセージが邪魔で足場とか敵の攻撃が見づらいって思った時は X ボタンを押せばメッセージの表示を切り替えられるんだって。あ、 X ボタンっていうのはデフォルト操作の場合だから、コンフィグで操作を変更していたら違うボタンになるんだけどね。どうしても集中できないって場合は試してみるといいかも。メッセージの表示切り替えね、覚えておくよ。